駅前は工事中のせいかすごいごちゃごちゃしてて歩きづらい。で砂ぼこりがすごい。これメトロかな、道路かな、自動車用の道路を作ってんのか。メトロはここまでは来ないかな。ここは自治体的にはもうムンバイじゃないんですよ。ムンバイの外側、ムンバイなんていうの、ムンバイ近郊の町です。あるやん。でもベッドタウンみたいになってて、この辺からムンバイに通う人も結構いますよ。まあ、時間かかりますけどね。で鉄道の列車に乗ってるだけで1時間ぐらいがあるから時間はかかりますけど、どうでしょう、イメージとして。でも東京にそんぐらい時間かけて通う人もいますからね。埼玉とか千葉の感じですよ。バス乗ってすぐのとこ、バス乗って5分か10分ぐらいのところに大きなショッピングセンターがありましたので来てみました。メトロプラザっていうみたいです。あそこが入り口で、完全な屋内って感じではないんですね。半屋内って感じです。屋根はありますけど、なのでそんな暑くはないですけど涼しいって感じじゃないですね。なんだっけこれ、ストリートファイターの剣かな、竜かな、忘れた。フードコートの横にゲームセンターがあるんですね。少しお腹が空いたんで軽くご飯食べようかなと思って。このハルディラムスって多分ムンバイを中心に広がってるチェーン店だと思いますけど、入ったことないんで一回入ってみようかな。メニューはまあファミレスって感じですね。100ルピーぐらいから200ルピーぐらいまでいろいろあります。ターリーも200ルピー前後でありますけど、今日はターリーじゃなくてチョールバチュー、バチュレを用意しました。この229、なんでかって言うとあそこに書いてあったわ、ターリーとチョールバチュレあったんで、どっちにしようかなと思って、あっちのやつあんまり食べたことないんで。周り見てもこれを頼んでる人が一番多いと思います。いただきます。あんまり手綺麗じゃないんだよな。うん、うまバスなので22ルピーですね。電動だから高いっていうよりはエアコン付きだから高いのかな。22ルピーで次のところに向かいます。さっきのバスは10ルピーだったかな。さっきもエアコン付きの電動バスだったからちょっと高めだった。
バスを降りまして、すぐ見えるのはロダっていうディベロッパーが開発したエリアですね。立派な建物がたくさんあります。この奥はたくさん高層のマンションが建ってまして、でここにはショッピングセンターがある。多分新しいと思うんだけどね、初めて。ロダエクスペディアっていうらしいです。まあショッピングセンターだからそんなに変わったものがあるわけじゃないですけど、来たことないんで来てみました。あっちから早く建物なんか涼しいとこ入りたい。ダイナソーワールドだって、ジュラシックとは書かないんだね。恐竜がいっぱいいますね。うん、やっぱりお店自体はあんまり変わり映えしないんで、そんなに見るべきとこはなかったですけど、さっきのところではちょっと高級なブランドが入ってるぐらいかな。太鼓とかのなんか音楽の練習してますね。あそこにマジェスティックコートサロバールコロディコって書いてあるのホテルですね。あの系列のバンガロールでは泊まったことあります。こっちはラマダですね。これもホテル、ナビムンバイって書いてますけど、ここミレニアムビジネスパークっていうバス停なんですよ。さっきのショッピングセンターからここまでバスで来たんですけど、ここなんかだオフィスビルとかがあるんかな、中の方に。このラマダっていうホテルは僕は泊まったことないですけど、これも系列でムンバイとか、あとね、前ケーララのコッチ、アレッピに行った時にあったんですよね、候補で。でも泊まらなかったんですけど、割と外資系の、確かアメリカ系だったかな、イギリス系だったかな、外資系の割に安いです。高級な割に安いです。あ、このバスに乗らなきゃ。このバスに乗って帰ります。バス降りての近くに着きました。もう眠いわ。まだ6時前なんだけど、もうバスの中で寝落ちしそうなぐらい眠かった。ということで、今回はですね、カルヤンっていう、ムンバイの隣町、隣の隣かなに行って、まあショッピングセンターを2つ行っただけですね。それ自体はあんまり、なんら、こう、特に何かあるってわけじゃないんですけど。今日は一日、特に用事なかったんで、近場でバスと鉄道で探検してみました。また来週からは旅行になるかな、ちょっとまだ考え中ですけど。飛行機の旅行もそうなんですけど、ちょっと特急鉄道の旅行もしようかなって今考えてて、見ると結構ね、新幹線はないですけど、結構立派な特急も走ってるみたいなんで、それ乗ってみようかなって思ってます。行き先は考え中です。そんなに本数はないんだよね。西の方に行くか北の方に、違うな、東の方に行くか北の方に行くか、だいたい2択か3択しかありませんけど。